高崎電機館は群馬県高崎市にあった映画館。1913年に高崎市初の常設映画館として開館。映画館としては2001年に閉館したが、2014年には高崎市地域活性化センターという形態で再開館した。高崎城の唐屋蔵江戸時代の高崎藩は武道を重んじる精神が強く、領内住民は株音力や 手踊りなどの娯楽を許されなかった。文久2年には芝居や相撲などで財政をまかなおうとした新町の町民総代らが入浪や罰金などを受けるお天魔事件が起こっている。慶応2年には取締りが緩和され、1869年には芝居などが正式に許可されている。同年には芝居小屋の万道座が開館し、1872年の消失。 再建後には、岩井座と名称を変更した。明治初頭には、藤森座も開館し、1880年の消失後には新港谷町に移転した。岩井座は移転、高森座への改称消失などを経て、1908年には、東京、銀座の歌舞伎座を模した群馬県下最大の劇場を建築している。1899年には、 東京の広め屋本店が主催して、高森座で高崎市発の映画の上映が行われた。芸者の舞踊や国内外の風景映像などが上映され、連日満員の会場からは初めて見る、動く写真に白紙喝采が起こったという。1900年には東京相撲高崎場所の様子が活動写真として撮影され、梅形に小西木、日立山などの取り組みが撮影された。 1966年の現行館春行時に来場したエヴァンズ高崎市では明治30年代初頭から映画が上映され安価な娯楽として市民に受け入れられていたが常設館が建設されるようになったのは大正時代である芝居小屋で芝居の公演と映画の上映を交互に行っていた広瀬康次は1913年1月1日 北関東の吉原と呼ばれた花町である柳川町に高崎市発の常設映画館として電気館を開館させた。当初は東京の福報堂のみから配給を受け、やがて福報堂など4企業が合同した日活の専門館となった。電気館での映画上映は連日立ち見が出るほど好評を博し、近隣には世界館、富士館、高崎劇場などの常設映画館が 相次いで開館した。当時は映画ではなく、活動写真と呼ばれており、サイレント映画に活動弁士がセリフをつけ、シャミセンや小太鼓などの楽隊が音楽をつけた。1階席は木製のチョイスが並べられた土間。2階席は座敷であり、休憩時間には、せんべいやキャラメルの売り子が客席を回った。1階席の最後部には、巡査席が設けられた。電気管の向かいには、 柳湯という銭湯があり、電気館周辺は憩いの場になっていた上に、花町である柳川町のシンボル的存在だった。開館から4年後の1917年には、資本金10万円で株式会社に携帯を変更した。1927年に、日本初のトーキー映画が制作されてからも、電気館では、サイレント映画とトーキー映画が、同時に上映されていた。 大河内伝次郎、坂東つまさ嵐勘十郎、長谷川和夫、片岡千恵蔵などが出演する、時代劇、猿飛佐助、霧隠れ才蔵、倉間天狗などが登場する、チャンバラ映画が人気を博した。日活スターの花井蘭子は、高崎市出身とされることもある。初代の建物は、木造モルタル2階建てであり、1929年8月には、 火災で消失したものの、すぐに再建工事を行い、同年12月には、鉄筋コンクリート作り3階建てで再開館した。天井には、ステンドグラスがはめ込まれ、観客は、ホール内に、土足で入場できることに驚いたという、12月27日から3日間の日程で、神宮式記念祭、浮き名山へ、金四郎半世紀を上映する映画賞大会が行われた。 1930年の群馬県には26館の映画館があり、高崎市には群馬県最多の5館があった。電気館の他には、高森座、帝国館、第二山和劇場、高崎劇場があった。高崎市の電気館の他に、前橋市、桐生市、伊勢崎町、大田町、立林町、藤岡町、富,岡町,富岡町と、 群馬県内だけで実に八館もの電気館という名称の映画館が存在した。高森座は昭和初期に電気館の子会社となっていたが、やがて閉館、解体されている。1939年には高崎市に不評第15連隊が置かれたことで、軍人の観客も多かった。高崎電気館でお富さんを歌唱したことがある。 カスが八郎太平洋戦争時には戦災を免れており、終戦から一週間後には早くも一円十銭で東海水庫殿で工業を再開した。当時の座席数は535席であり、正面の通りには電気管通りという名前が付けられた。高崎市民新聞を主題とした高崎での話は全国上映され、高崎市内では電気管で上映された。 終戦後初の正月となる1946年の正月には高崎市内の映画館がどこも人で溢れたという。1946年4月時点の風切り映画の入場料は邦画が2円50銭、洋画が4円50銭だったが、同年9月には邦画と洋画の入場料が同額となった。その後も徐々に値上げが行われ、 終戦3年後の1948年には、風切り映画の入場料が25円となったが、映画館の観客数は右肩上がりだった。1950年の群馬県には47館の映画館があり、自治体別では、桐生市、高崎市、前橋市の順だった。高崎市には、電気館のかに、高崎小畜映画劇場、国際座、高崎東方映画劇場、 高崎銀星座があった。群馬公共楽団を題材としており、定期的に上映されている。ここに泉あり1954年には、春ス八郎が、お女さんを歌った歌謡賞が開催された。1954年10月時点で、群馬県には73館の映画館があり、1館あたり、の人口は2万から2万5千人だった。立ち数の多い自治体は、高崎市。 前橋市、桐生市、大田市、渋川市、伊勢崎市の順である。高崎市内には、電気館を含めて6館あり、6館すべてが500席から650席の座席数を持っていた。開館時期の古い順に、小畜映画劇場、高崎国際映画劇場、メトロ劇場、高崎東方映画劇場、高崎銀星座である。百五十五年頃には、 全面改装を行った。1966年12月には、鉄筋コンクリート作り地下1階、地上4階の現在の建物を新築。群馬県唯一の大英の直営館として、高崎大英電機関に名称を変更した。座席数は473席に縮小されたが、高い天井港やスタジアム形式の座席の配置などが話題となった。 移転時の開館公演は、勝慎太郎主演の、酔いどれハトバと、タミヤ二郎主演の、出国の杯月の2本立てであり、エヴァーンズや宇津井健らが記念式典に来場している。ビルの1階には、小料理屋などのテナントが、地階には、ダンスホールのあるキャバレーが入居した。ガメラシリーズや、大魔人シリーズなどは子供たちに特に人気を博し、深夜から客が並んだという。 1971年には大映画倒産したため、松竹の専属館となり、高崎松竹電機館に名称を変更した。経営は、東日本松竹工業が担っていたが、映画人気の低迷から客数が伸び悩んだ。1989年に松竹が映画工業から撤退すると、創業者の息子で二代目の広瀬正和は名称を高崎電機館に戻し、 洋画専門館として運営した。1階には100席の小ーホールを新設し、B 級洋画や邦画のムーブオーバー作品を上映。映画人気の低迷などの理由に加えて、2000年には広瀬正和の健康状態が悪化したために休館となり、2001年には閉館となった。広瀬正和は2004年に死去した。近隣にある中央銀座商店街に0 0 1年の 閉館後にも、広瀬正和の妻である、広瀬きみこが定期的に清掃や空気の入れ替えなどの管理を行った。映画制作者が映画のロケで訪れた際や、市民団体が館内を見学した際には、施設の保存状態の良さに驚いたという。2013年9月には、高崎映画祭の協力も得て、電気館復活祭が開催された。この際には、 群馬公共楽団を主題とする、ここに泉あり、短編、高崎での話、山田洋二監督作、息子という高崎氏に関連する3本の作品の上映会、活動弁士である、山崎ワニラによる、活弁会、映画ロケ風景の写真展示会などが行われた。2014年2月には、竹永典弘監督の映画、振り子のロケの一部が、高崎電機館で行われ、 主演二人が出会う場面やデートの場面が撮影された。同じ運営元のシネマテイク高崎2014年には広瀬キミが高崎市に建物を寄贈。高崎市は柱の増築や壁の新設などの耐震工事を行った後、10月3日に文化活動拠点高崎市地域活性化センターとして再開館した。同日には開館を記念して、ここに泉ありを 無料上映している。小ホールがあった1階は集会室と研修室、大ホールがあった2階は1966年の状態そのままに映画館として使用されており、映画館の運営はシネマデイク高崎を運営する NPO、法人コミュニティシネマ高崎が行っている。2台の映写機のうち1台を修理して再利用し、もう1台はロビーに展示している。 ホール内の座席カバーは、休館前と同じであり、現存しない企業の広告などが印刷されている。ここに泉ありや、男は辛いよシリーズなど、邦画の旧作を中心に上映活動を行っている。セーラー服と、機関銃卒業マイナスの舞台挨拶で来館した、橋本玉木な2015年2月には、高崎映画祭のプレイ映画祭として、昭和カレススキや、 赤いハンカチなど4作品を上映する昭和歌謡映画特選が行われた。2015年4月には再開館後初の新作映画としてフリコの上映が行われた。2015年12月には前橋出身の小栗光平監督の全作品上映会が行われた。4月25日から5月15日には市川雷造映画祭を行いかなりの観客を集めた。 5月24日には、高崎市主催で、高崎電気関西が行われ、子供映画上映会、チンドン屋の公演などが行われた。12月5日6日には再び、高崎電気関西が開催され、ハローキティの初めてのクリスマスケーキ、ポーラーエクスプレスという子供映画2本が上映された。2015年夏には、セーラー服と機関銃卒業マイナスの撮影が、 高崎市内を中心に行われ、高崎映画館もロッケの一部に使用された。2016年2月6日にはこの作品の舞台、挨拶検視社会が行われ、前田浩二監督や主演の橋本環奈が高崎電機館に来訪した。2月14日には映画監督の山田洋二を招いて映画上映会を開催した。2月27日には、 群馬学生映像祭りが開催され、群馬県内の学生が制作した映画作品の上映や舞台挨拶などが行われた。3月6日には、道しるべの舞台挨拶が行われ、田中重工監督や群馬県出身の金谷秀幸などが来訪した。4月16日から24日には、音楽ドキュメンタリー特集上映が行われた。6月4日と5日には、 同年4月に発生した熊本地震被災者支援のためのチャリティー上映会として、熊本県出身の雪貞伊佐が手掛けた短編映画、美しい人が上映された。同地震関連のチャリティー上映会は2017年1月22日、アリエル王子と監視人でも行われ、この時は同作主演の伊沢恵美子が来館した。ありがとうございます。